ハロー YouTube、ニーハオヨーコワン、リンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、やっぱりウクライナ関連やることにしたバイリンガルの僕がね、皆様に中華ニュースをお届けしようと思います。なんでウクライナ関連やることにしたかっていうと、結局ね、これがね、中国とつながってきたから、中華ニュースとして、取り上げるということですね。はい、今日の中国語なんですけども、天然地ということで、このね、天然地っていうのはですね、天然ガスのことですね。中国語で、天然地と言いますね。はい、今日の中華ニュースなんですけども、中国が、続けて、ロシアのね、この天然地、天然ガスを買うのかと、そういった、話題ですね。記者がですね、中国は続けてロシアの天然ガスを買うのかと、ヨーロッパね、西欧国家の、制裁の中、ロシアを制裁しているのか、中国がね、もし、続けて買ったら、中国に、何か影響があるのかと、そういったふうに聞いたそうですね。それに対してね、外交部の人がですね、そのね、そういったね、一方的な制裁には反対すると、制裁はね、全く、何の問題も、解決しないばかりか、国家と経済に、国家と経済とね、国民の生活に、悪影響を与え、もっと、悪い状況を生み出すだけだと、それでね、ウクライナ、の関連の問題について、なんていうの、中国側に、損害が出ない、ように、要求すると、それでね、中国と、ロシアの双方はですね、お互いに、尊重し合って、平等な、精神をもとに、正常な、貿易を、やると、そういうふうに、ね、言っていますね。ただね、続けて買うとはね、はっきりとはね、言ってないですね。そういった感じでね、ロシアがね、例えばスイフトからね、追い出されて、他国とね、取引できなくなったと。それでね、中国からね、中国と取引するとしても、何の貨幣で、やるんですかね、これ人民元なんですかね、ルーブルでやるんですかね、そこら辺がね、結構分かんなくなってくるんですけどもね、ロシアのね、この資源がね、売れたとしても、それでな、何らかの形でね、外貨が入ってくるじゃないですか。で、外貨が入ってきたときに、その外貨をね、スイフトからも追い出されてしまってるんで、スイフトっていうのは、国際的なね、その金銭の、やり取りの、ね、システムのことですね。スイフトから、ね、追い出されてしまってるんで、何を通してその海外のものをね、自分の国にね、必要なものをね、買うのかといったね、問題がね、出てきてしまうんですよね。それに続いてね、ウクライナ関連なんですけども、これはね、ロイターですね、はっきり言いますよ、ロイターですね、ロイターが言ってることなんですけども、ロイターがですね、D30KP2 っていうね、飛行機の、エンジンをね、中国に、輸出するのを禁止すると、それはエンジンとの技術と、全部の部品も、含むと、いうことでですね、この、エンジンっていうのは、中国の、輸送機と、爆撃機、あとね、大きめのこう飛行機、飛行機に、使われていると、あとは、これは何だろう、ヘリコプターにも使われているみたいなね、感じなんですけども、多分違うものを言ってると思うんですけども、みたいな感じでね、これらの、輸出を、ね、禁止すると、いうことなんです。なんで禁止なのかがちょっと今のところ分かんないんですけどもね、ウクライナと、中国っていうのはね、結局結構もともと仲が良かったわけなんですよね。それでね、中国の、軍艦なんかもね、全部かどうか知らないんですけども、僕調べないんでね、そういうのね、
あの一部ね、少なくともあの一部はね、ウクライナからあの買ってきたものだと、多分中古かなんかを、買ってあの改造したとかね、あのそういった話だったと思うんですけどもね。まあそれで、なんつうかな、まあまあウクライナなんでここで禁止って、まあ、これロイターが言ってることだからね、ちょっと真相はねちょっと僕には、分かりかねますね。まあ、それで、ウクライナ関連といえば関連なんですけども、まあ、最近ねあの中国がねあのアメリカと あの関連をあの修復しようと、しているみたいなね、そんな感じ の記事が、出ていますね。なんかロシアがちょっとねあの追い込まれてきて、ちょっとねここで、アメリカと距離を近くしていこうかと、みたいな感じですね。まあだから中国ではその何十の都市があのアメリカの都市と、姉妹都市の、提携を結んでいると。この姉妹都市っていうのは僕ねあの全然あの意味が分かんないんですけどね、だからなんだみたいなね、それなんか面白いのみたいなあの感じなんですけど、もうあの姉妹都市だったらどうなるのみたいな意味不明ですよね。なんか姉妹都市の意味、分かる人います？なんで兄弟じゃないのみたいな、そんな感じもね、しますよね。まあ、あとはですねオーストラリア、オーストラリアと あの関係も修復したいということで、まあ、オーストラリアと ね、あの関係の、修復の、ためにですね、あのなんていうの、まあ、だから一部のあれ譲歩してもいいよと、いう感じですね。まあでもこれもね別にあの基本的にはのいいことなんで、あの、やればいいと思ってるんですけども、これどうなのかな、ひょっとしたらまああのなんていうの、まあ、結局あの以前はねあのオーストラリアの、石炭がねあの、まあ、掘りやすいし、非常にクオリティが高いということであのバンバン輸入していたんですよね。それで中国国内 あの石炭はですね、まあ、あるにはあるんだけどもクオリティは良くないし、ものすごくあの深掘りをねあのしなくては、いけないということでね、そういったあのまあまあそれだったらそのオーストラリアからあの輸入した方があの早いよと、そんな感じになってるんですよね。まあ、あと鉄もそうですね。鉄鉱石もね、オーストラリアから、輸入していましたね。まあ、あとはねウクライナ関連ね、中国のねあのアホなネットユーザーがですね、あのシャオフェンホンって言うんですけども、まあ、インターネットでねあのなんつうのかな、まあ、ウクライナこんな状況だから、まあ、ウクライナから女子を引き取ろうと、あの 女性を引き取ってあの嫁にしようと、そういうことを、ね、あの書き込んだりとかね、なんかまあまあロシア寄りの書き込みをたくさんしていたと、で一部ねなんかアホなやつがね動画出してね、ウクライナなんてこんな貧乏な国なんだからみたいなね、まあ、そんなこあの、まあ、ぐちゃぐちゃやったということで、あのなんていうのかな、中国の国旗を出してりゃあの自分を守ってくれる、守られるよみたいな、そんな風に言ってたんですけども、なんか一部ねなんか自分のこと、もう今ではねそのまず中国の国旗を、ウクライナで出しちゃいけないと、まあ、ウクライナ一般市民がね武装してますからね、まあ、それでなんかもう下手したらこっちに向けてくるかもしれないということで、まあ、中国の国旗を出してはいけないと、それでねなんかあの、まあ、一部ねあの、戦前の中国の国旗ね、まあ、いわゆる中華民国の国旗をあの出して、まあ、逃げる方法とか、あとはねあの日本人だって、いう方法とかね、あのそういった方法を編み出してあの逃げよう、まあまあその、まあ、撤退しようと、そういうふうにねあのしている人たちもねあのいるみたいですね。まあ、うまくいけばいいんですけどね、まあ、それでまあまあ、それでねなんかまあ なんつうかな、あのプーチンさんなんですけども、ちょっと今ね、やばいこと やばい状態になってますよね。なんかそこまでする必要あったのかなみたいなねあの感じなんですよね。だから なんでそのほらなんで敵がいるのと、誰の敵なのっていう、それはねあのロシア人の敵じゃなくてあのプーチンさんの敵かもしれないんですよね。なんかプーチンさんが、まあ、変な、ね、あの政治思想ね、まあ、政治思想ってねあのほら
なんていうのかな、守るもんでもないんですよね。だいたいこんな感じだからみたいなね、そういう風に言ってなんか覚えておけばいいんですよね。それぐらいのもんなのに、それを守るためにね、なんか戦争起こすとかね、ミサイル撃つとかね、ありえないと思うんですけどもね。で、僕はね、いつも言ってるんですけども、子供の時からゲーム機を持って育った世代とかがね、国の指導者になるような時代ね、あと20年ぐらいでなると思うんですけども、でもそんな、時代が来たらですね、もうなんつうのかな、戦争がね、今より激減すると、みんなね、なんかなんつうのかな、このゲームでつながった世界中の若者がね、ゲームでつながった世界がね、こうできたらね、もうなんかほら、もう実際にミサイル等とかね、そんなことしなくなるだろうと、あんまりね、それでなんつうのかな。そのメタバースの世界に閉じこもって、みんな家から出ないから、なんかもう戦争がもう激減するとかね、僕はね、そういう風にね、思ってるんですけれどもね、結局ゲームキーすらどうやって使ったらいいかわからないとか、そういうなんか、じいさんたちがね、なんていうのかな、未だにその昔習ったね、政治思想とかをね、もう大事にして、ちょっと政治思想がね、違うとね、あ、こいつ敵だって言ってね、攻撃してる状態なんで、そんな時代は早く過ぎ去った方がいいと思ってるのと、なんかトランプさんの時ってなんか大きな戦争が起きなかったらしいじゃないですか、新しい戦争はね。これ結局なんかトランプさん、一応なんかスマホ中毒じゃないですか、あの人。ツイッターね、ツイッターの出しまくってるしね、だから出しまくっていましたしね、だからね、だから戦争起きなかったのかなと、なんか腹が立ったら、ツイッターで文句言って終わりみたいなね、なんか、それも十分平和な時代なんじゃないのかなと、僕は思いますね。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。